皆さんこんにちは、ガジログです。今日はこのレドミースマートバンドプロ、ワークアウトしたデータを通常はですねミーフィットネスにペアリングしてデータをこちらの方に送って見返すことができますけども、そのデータをさらにこのストラバというアプリがあるんですが、こちらの方に送って最終的に集約させるということについてねご紹介したいと思います。ストラバっていうのはワークアウト、自分のウォーキングとかねランニングとかいろんなワークアウトデータをここでまとめて見ることができるんですけども、さまざまなアプリと連携させてこちらに送ることができるわけですね。 iPhone の方もストラバに送ることができます。それでどのように連携させるのか、そしてまあどんな面がね便利なのかといった点をご紹介したいと思います。それでは本日も行ってみましょう。早速連携させる方法について見てみたいと思います。まず MeFitness を開いていただきます。そうしましたらこのねトップ画面があると思いますが、一番この下の右のところにプロフィールっていうところがあります。開きますと今一番上がね個人情報出てしまっているので隠していますけども、この接続されたアプリっていうところがありますのでここを開きます。 iPhone の方も別の名前でね出てるかもしれませんが、とりあえずね分かると思いますのでここをタップします。そうしますとね Android ユーザーの方はストラバーのみ連携させる形になりますのでここをタップします。 iPhone の方は多分ストラバと Apple Healthcare ですね、これが出てると思いますのでとりあえずストラバを選んでください。そうしますとねこのような画面になります。 MeFitness をストラバに接続すると、例えばカロリー、距離、時間、心拍数などがストラバと共有されますと書かれていますね。そして各アプリで使用されているアルゴリズムが異なるためにストラバのデータとミーフィットネスのデータが異なる場合があります。ですので 100% 丸写りでデータを飛ばすことができるわけではありませんので、そのあたりはご注意ください。そうしましたらねストラバのアカウントをお持ちの方はもうそのまま接続することができますけども、まだストラバ初めて入れますよっていう方はアカウントを作っておいていただければと思います。その上でこの画面に戻ってきていただいて接続を押します。私はもうすでにアカウント作ってありますので、ここでログインする形になります。これでねいろんな同意事項がありますので同意していただいて、そしてここにねメールアドレスでログインとかねいろんな形でログインすることができますので、ご自分でなさった方法でログインされてください。そうしますとですねログインしますとこのような画面が出てきました。ミーフィットネスがストラバに接続することを許可するとありますね。このような許可事項が書かれていますので、全てねよろしければ同意をされてください。はい、許可しました。これでストラバと接続することができました。例えばですねこのようなデータが反映されています。ここにですね夜のライドってありますけど、これ屋内サイクリングのデータなんですが41分ほどしています。そしてカロリーデータですね、平均心拍数、最大心拍数、こういったデータがこのレドミスマートバンドプロで得たデータをこちらに飛ばすことができています。そして分析というところを見ますと心拍数の推移をグラフで見ることもできますね。このように今ある程度のデータをストラバ上に残していくことができます。当然ながらですねウォーキングのデータも残していくことができます。今ここにマップが出ているのでちょっと隠していますけども、例えばある日のデータですが 2.49 キロありますね。そして獲得標高10メートル、移動時間、そしてカロリー、平均心拍、最大心拍、このようなデータが反映されています。そして分析っていうところを見てみますと、このようにね、標高データ、そしてペースのデータですね。また心拍数のこういったグラフ、データが出ています。ですので、全部が全部、すべてのデータが MeFitness からのデータを反映されているわけではありませんので、そのあたりは注意していただければと思います。あくまでも先ほど説明がありましたけど、アルゴリズムが異なっているということですので、すべてのデータが反映されているわけではありませんが、最終的にストラバにね、データをまとめることができるというのはすごくいいなと思いました。そしてですね、あなたっていうところの一番右上のこのギアのマークですけども、ここを設定のところをね、開きます。そうしますとさらに、いろんなアプリと連携できるようになっています。ここですね他サービスへのリンクっていうところがありますのでタップします。そうしますとなんと Google Fit に接続っていうのが出てきました。つまりですねレドミスマートバンドプロで得たデータを MeFitness にまず送りますね。そうしましたらストラバにデータがここに来ました。そしてこのストラバ上にあるデータを最終的に Google Fit に飛ばすことができるわけですね。ただですね、ここに今説明が出ていますけど、運動した距離、
そして消費したカロリーなどのアクティビティデータが Google Fit に集約されます。また Google Fit で更新された最新情報が Strava プロフィールに自動的に反映されるようになりますとありますので、まあ、最終的にどうなるのかに関してはちょっと見てみないとわからないんですけども、ちょっとねフォローしてみたいと思います。接続されましたよと出ていますね。はい、ここでねチェックが入りました。このようにストラバっていうのは非常にいろんなアプリとの連携、親和性っていうのが高いので、最終的に Google Fit にまとめたいよっていう方にとってもいいんじゃないかなと思います。つまりいろんなアプリに中継してくれるアプリにもなりますので、そのあたりいろんなスマートバンドを使っている方はとってはストラバっていうのは非常にいいんじゃないかなと思います。そしてさらにですね、デバイスをストラバに接続するとありますけども、いろんな会社のスマートウォッチを接続することもできます。例えばですね、Google のアプリを使ったスマートウォッチとの連携、ガーミン、サムスン、フィットビット、ゼップ、ツイフト、ワフー、オラール、スント、その他のデバイスという感じになります。そしてもちろんなんですけども、このストラバアプリ単体でも動作することができます。今これですね、ウォーキングのワークアウト画面になっていますけども、ここをですね、スタートを押しますと、まあ、開始されましたね。経過時間とそして平均速度距離が出てきます。そしてここの右のねマップのボタンを押しますと、このように今の現在地が分かるようになっています。そしてマッピングされていくわけですね。ということで今回はレドミースマートバンドプロとストラバ、そしてその他のアプリとの連携についてご紹介しました。まだまだちょっと私も完璧にね連携に関してどのように動作するとかね、そしてどのようなデータが反映されているのかに関して完璧に理解しているわけではありませんので、今後も使いながらちょっとね学んでいきたいなと思っています。ですので皆さんもよろしければ連携させてストラバの方にデータ集約、もしくは Google Fit とかにねデータを集約したい方は活用なさってみてください。全てのデータが反映されるわけではないということは注意点として踏まえておいていただければと思います。では本日は以上となります。この動画が良かったよという方は高評価、そしてまだの方はぜひチャンネル登録をお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。